ti ho no, la penna garanta, sono assurdo.今いるけど、それぐらい美味しいって話で、その、ナスとの家から来た嫁に、そんなに美味しい秋のナス食べさせるのはもったいないっていう意味があったり、反対に考えたら、例えば、その、ナス、秋のナスには種がないから、子供ができないとか、なんかいろんな話あるみたいね。でも実際何か知らないけど、とにかく秋のナスは美味しい。OK。イタリア語でこんな感じの言い方がない。その、材料ね。材料、はい、材料。ナス。ナス。レモン汁。レモン汁、はい、半分、レモン半分。その、そこまでじゃない、本当に少しだけ。玉ねぎ。玉ねぎ。これ半分だけど、本当にちょっとだけ、一切れ。あ、うん。あ、一切れ使う。そう、こんな感じ。あ、これナスの量関係ないの、これでかいよね、ナス。そうね、けど別に本当に少しだけ、こんな感じ。あ、すごい、本当にちょっと。置いておきましょう。ニンニク。ニンニク一かけら。そうですね。はい。パセリ。はい、パセリ。はい、日本のパセリでも大丈夫。はい。オリーブオイル。オリーブオイル。エクストラバージン。オリーブオイルと塩。塩。そう、はい。OK、始まりましょう。始まりましょう。OK。そのナス、はい、この、リオリの特別なものなんですか、はいはい、そのナスの皮しか使わない、はい、ああ、うん、皮だけ皮だけだから別に、はいまあ、次のビデオですねその中そう、ねはい、違う料理で使いましょうあそうね中は違う料理でだから別にそのナスが1つ、はい、リオリが、はい2つそのナスの皮だけ、はい、取りましょうはいほら OK あーその適当にカット適当あ適当だ適当適当うんそうですねこのなんかやっぱり黒色がキャビアっぽいのかなそうだからさっき言ったその本当に見た目見た目味は違うでしょキャビアっぽくないでしょ、まさかファンタジーその、強かったら多分本当にキャビアに感じる あ、イメージイメージそう、妄想が強かったら上手だったら、上手だったらあなたたちはイメージの、うん、イメージキャビアですOK、うんはい、だからこれちょっと、はい、塩、はい、にかける塩をかける塩をかけるはい、はいスプーン、はいいっぱいかけてあそっかこれでまたその苦味取るんだそうですうんなるほど少し置いときましょう置いときましょう、はい、10分置いときましょうはい10分経ちましたはいだからちょっと洗うんですねこれもそう、はい、洗うはいとはい拭きますね拭くというか、挟むって感じね、布でこれ、挟むねはい、水気を取るって感じねああ、結構絞るね、その水取らないといけないからうん OK え、この私たちの皮とはい、おオリーブオイルではい、オリーブオイルはい気をつけます気をつけますはい OK じゃ
ちょっと揚げる感じね。はい、だから温まるまで待ちます。 OK、はい、だから今中は入れます。入れます。あ、いい音。うん、はい、ちょっと揚げる感じですね。ちょっと塩もう一回入れますね。はい、塩ちょっと入れます。はい、さっき洗ったんでね。そう、はい、OK、ちょっと10分ぐらい、多分揚げます。10分。そう、みんな揚げたナス好きよね。でもね、し大好き、うん、私は子供の時に炊いたナス食べ過ぎて嫌いになったから、揚げたナスって食べたことない。炊いたも好き、私は。と、ああ、その先の話、日本の料理、はい、その揚げてからナス、はいはい、だしの中に入れる。ああ、だから噛む時、はい、だしと油、はい、一緒、うん、美味しいもう想像して美味しくなってるやん。うん、さっき言わなかったけど、はい、その、これメインじゃない、その、クロスティーノ、はい、の上、かけてるなソースになりますね、はい、だから別に、はい、前菜、そう、前菜、そうです、ね、アンティパストですね。はい、パンの上にのせます。そう、本当にキャビアっぽいよね、食べ方も。OK、 こんな感じ。はい、本当に何分、まだ10分経ってない、ね、ああ、その、ちょっと、まあ、早い料理ね。はい、OK、だから今ちゃんと、はい、ちゃんと炒めました。できました、はい、そう、炒めました、はい、消します、はい、このミキサー、はい、手の名前、はいはいはい、ハンドル、ハンドブレンダー、ハンドブレンダー難しいですよ、名前、はい、カタカナ、カタカナね。OK、 だから今からこれ、はい、揚げた皮、はい、入れます。はい、入れましょう。熱いまま、しと、はい、このさっきの玉ねぎの、はい、ちょうどだけの玉ねぎ、おプラライオ、本当にちょっとね、ニンニク、ニンニクを半分に切って、そう、はい、とパセリ、パセリ、はい、とプラ、いなというこの一つかみ、オッケー、はい、一つかみ、一つかみけど、こうやって入れたら可愛い、なんか、うん、と、ちょっと、ああ、レモンを軽く絞ります。僕もそんなにいっぱいじゃないね、軽く絞った感じね、はい、ちょっとだけオリーブオイル足しましょう。はい、綺麗な色ね。そうね、ちょっと紫で、うん、はい、こうなったら綺麗よね。とにかくそのペースト、はい、できるまで続けてくださいね、はい、クリームっぽくなるまでね。そう、ちょっとそんないっぱいじゃないから多分そのさっき言ったそのハンドルブレンダー、はい、ハンドブレンダー使った方がいいですね。あ、そうね、もっとこれそのクオンティティが少ない。そうね、ね、まあとにかく、はい、ティック、はい、今ちょっとだけ塩、はい、ああ、試してみます。もうちょっと塩、あ、試してみるね。なるほど。どうですか？あ、逆を。うん。
No, va bene. Va bene. No って言ったから。ま、はい。これ、私だけ。でも私もちょっと味見してみますよ。ちょっとだけ、本当に。前、最後にナス食べた時ね、一週間ぐらい気持ち悪いって言ってね、あなたはひどい目にあったもんね、私。けど、今日ちょっと揚げたナスだし、ちょっと食べてみましょうね、せっかくだから。でしょ？嫌いな人が食べてどんな感想するかって。絶対それ好きですね。好きと思う？好きだったら。ナス、ナス。けど、あなた、その三ツ矢の嫌いな、そのナスについて嫌いなもの、はい、その、臭さ、ね、と食感。そうそう、全部。けど、ここに、そのナスの食感ない、その皮だけ。まあ、食べてみましょう。ちょっとだけね、本当にちょっとよ、一口よ、本当に。OK、食べてみて。もう、はい、もう地獄ですよ。すぐ食べましょうか。はい、食べましょう、すぐ。はい、prova di coraggio. Ah, già, ma capai. Che prosecco. Prosecco, so. Sparkling. Ah, qua ne. Giù, 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 bella. No. Scusami, adesso aspetta un attimo. Ferma. Gnam, gnam. Sai che andata dozo? Faceva molto a me stemida, ho uscita. おいしい。本当に。の、どうそのレモン、ちょっとレモンの感じ。ああ、そうか。全部食べちゃった。うん。本当に。なるほどね。好き。オッケー。私は多分7年ぶりぐらいのナスよね。ナス自体7年ぶりよ。多分食べるの。頑張ってください。多分ナナのテイスト変わってきた。いや、変わったというか、これは初めて食べるからね。ナスのキャビア、いただきまーす。あ、うん、なるほど。いや、ナス。いやでもナスってわからない、なんなんやろうって感じのぐらい。もうなんだわ、7年ぶり。いやでもとにかく臭みないし、まずいって思わないね。後にも何も残らないし、いや普通に美味しい、普通に美味しい、普通に美味しい。ベナ、ペペロンチェ、ミディスピアチェ。うん。飲んで。いや美味しい美味しい、本当に美味しい。ベネ、よかった。その次その他のナスの料理があるからその。皮の中身。ああ、そっちの方が怖い。皮でしょ、だって。中身が怖いよね。でもこれは美味しいです、本当に。びっくりした。美味しいと、その、なんという、うん、まあ、簡単な料理、その、うん、この2つな料理できる、その皮と、はい、と、見た目、綺麗。うん。と、ちょっと、ね、ちょっと、うんうん、まあ、珍しい、その、皮だけと、はい、キャビア。はい、だから、別に、はいはい、最高。はい、最高。ポジティブ、これポジティブ。7年ぶりのナス、美味しいです。本当にびっくりした。けどちょっとこれ飲むね。もちろん、それも美味しい。Ragazzi, ciao, alla prossima! ではまたまた。Buon appetito! Buon appetito!